今日は髪型を変えます。今回はですねこちらを使います。もしかして、もう準備してあります。こちらルーレット。1個目、ジェットモヒカン、これです。はい、攻めるな、こんな感じ。2個目、前下がり、まあなんていうの、後ろちょっとこう刈り上げ高くしてこう前に下がってるみたいなやつ。アップバング、七三のバーバースタイル、もうなんかバチみたいな。そう、激渋系のバチってやつ。センターパートで、スパイキーショートで、もう1個は、ツイスパショート、宮城亮太。もうこれに関して人の名前でしかないですけど、ごめんなさい、これに関してスタイル名でも何でもないけど、あのね、スラムダンクの宮城亮太ですね。で、最後、フェード坊主。これやばいんですよ、結構。で、これを、ほんまに回して、でんってなったやつにするので、ここから運命のルーレットをやっていきます。スタート！来い、坊主。来い！お、坊主！坊主！ショートなるほど、ショートとツイスパ、今からショートツイスパにします。はい、結婚、福蓮さんとおめでとうございます。おめでとうございます。いや、ガードマンちゃうねん。大丈夫。僕に決定権はないっていうのをいいことに遊ばれてんのかなと思って。いやいや、こっからです。こっから、はい、だからこっからだそうなので、どんな姿で出てくるのかお楽しみに。はい、じゃあ見ますね。はいはい、せーの、まぶしい。おお。ええやん、ブリブリやん。まあでもこっからね、セットして最終仕上がり見ていただきましょう。完成しました。こっちはちょっとね、後ろに向かってかき上げる感じでいってまして、もうフェードで高めに渋くいってまして、左側はちょっとこう下ろし目、まあ、オールバックでもかっこいいんですけど、あえてこう左にはこう下ろしてっていう、ちょっと毛流れ作ってっていう感じでございます。いや、マジで変わったな、すごい。強そうですね。それこそお前、袴にもスーツにもやっぱこういうカチッとしたスタイル絶対似合うと思いますし、確かに。あとハイライト入ってるんですよね。そう、このハイライトは前入れたやつです。僕は今回も入れてないんで残ったやつなんですけど、ハイライト入れすぎて絶対正解だと思う。絶対正解です。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あなたもこれ見てやっちゃいな、やっちゃいな。心まで包んだ。